皆さん、こんにちは、えー。マーケットの歩き方です。えー、今年最初のーマーケットの歩き方ということで、えー、今日収録日はですね、1月15日なんですが、まあ、あの、年明けから日本株が止まらないですよね、上昇が、えー。今日でこれ、7営業日ですから、トピックスでいうと7日、ん ?7 営業日,日だったかな。 えー、ちょっとよくわかんないんだけどもあの、トピックスは7連投、8連投になるのかな、あの大農会から上げてますからね、日経平均は6連投ということで、えー、ついに今日1位3万6000円台つけました。えー、僕の昨年、一番最初に出した年末の予想が3万6000円だったんであの、結局それは昨年達成できなかったんですが、まあ、あの年明けてですね、 あの半月で、えー、3万6000円いったと。だから営業日で言えば7営業日ぐらいなので、まあ、どうせ3万6000円つけるなら、あとどうして半月早く <laughs>、12月のうちにつけてくれなかったかっていう気もしますが、まあまあいいです、えー、それはいいんですが、非常にですね、あのー、株価は好調だと。ただ あの年明けって、えー、今日の日経新聞とかの電子版かなあ、記事ですけど、日本株だけは好調なんだけど、他はなんか株の踊り場みたいなね、まあ、必ずそういうなんかこう、えー、弱いことを書きたい新聞だからしょうがないんだけど、そんなことはないんですよ。逆に日本株は今までで半年間ずっともたついてきたときに、海外の株みんな上げてきてるんで、まあ、要は順番後こに。 上がってきてき結局、全世界的に株高っていうようなのが今の水準なんですね。なので、あの今回は、えー、タイトルはですね、えー、よりもうリスク先行を強める時期だというメッセージなんです。で、まあ、すでにその先行あの、国内株も先進国も新興国も株もすべてオーバーウェイトにしてるんで、まあ、これ以上ですね。 あの高められないんですけれども、まあ、このまま行きたいというようなことです。でもう一つのやっぱりニュースとしては、直近のニュースは、ビットコインの ETF が認可されて、アメリカでブラックロックとかフィデルティとか超大手の運用会社がまたみんなあのビットコインの ETF を蘇生してくるとで。これはやっぱりすごいことですよね。本当にその ビットコインへの資金流入が、まあ、本当にイージーになって、より多くのです、ね、投資家があのビットコインに投資し始めるでしょうし、まあ、個人もそうだし、機関投資家もやっぱり持っておこうっていう、でも十分持てるような状況ですからね、まあ、まさにデジタルゴールドっていう、そのゴールドの ETF が解禁されたときと同じようなことが多分ここから起こってくるということを考えると、ビットコインなんかも、 まあ暗号資産、えー、にお金があだいぶ入ってくる、ホットになってくる。まあ、この後あと、半減期をビットコインに迎えるってこともあって、また大きく上がるんじゃないかなと思います。ということなので、結局それって何につながるかっていうと、リスクオンなんですよね。そういうリスク性資産のものにみんなお金が入ってくるっていうような流れの中で、やはりビットコインだとか、 あるいは日本株なんて、やっぱりグローバルで見れば、まだ今までリスクが高いってい、やはり見,え見えられてた資産でもあるし、まあ、そういったものに今、あのお金が流れるような状況になっているので、まあ、よりそのリスク先行を強めるっていうのが、今月、要は2024年最初のです、ね、マーケットの歩き方のメッセージになっていると。で、その一番の背景はやっぱりアメリカの経済がソフトランディングに向かうということですね。 えー、リセッションなくですね、インフレが収まってくる、えー、そして FRB が、えー、金融引き締めを終了し、まあ、利上げ,利下げにいつ転じるかというのはこればっかりは分かりませんけれど、とにかくその引き締め的なですね、金融スタンスはもう終わり、過去のものだということになって、経済が本当にソフトランニングしていくというようなのがね、まあ、これも本当にベストシナリオ中のベストシナリオなので、まあ、そうなったときにはやはりリスク性の、まあ、株式。 とかまあ、そういうものが、まあ、いいパフォーマンスを出すだろうと。まあ、そういうようなあ見通しです、えー。マーケットのある方をご参考にしていただければと思います。また、あのー、今年1年間、えー、どうぞよろしくお願いします。